よし、やるか。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン！おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。シャーク！ルフィ、何を。何も知らないくせに。あん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。おう。
対それよりアーロンのところに行かねえと同胞たちこの人間どもに君がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし力を貸して気持ちは山々なんだが死ぬのはちょっとパスだ。このままどんずらこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺にあいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ俺は戦うぞ。嘘じゃねえ本物の勇敢なる海の戦士になるためにもうのんびりと楽しいだけど快速ごっこは終わったんだ。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。俺様を呼んだか。よし俺が引き受けた。そのものあいつ一人で大丈夫かよ。何しに来た。あんた殺しに。殺しに。シャー
お前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだが、お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。抵抗したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。頼むの。
ぞ。日本腕の人間には決して越えられねえ壁を見せてやる。このままじゃ終わらねえからな。三刀流三脚混合キャノン。暴れている奴らを引っ張れろ。それで足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがナッチャンのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。その間に何とかしろ。おい、敵をぶち殺せ。よし、一つは俺に任せろ。
ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうかルフィ、てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開誌を泣かすなよ。俺はお
前をぶっ飛ばしに来たんだ。小ざき下等種族、俺とてめえらちゃん生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。よっ、頼むぞ。もういい、小細工はなしだ。バカで非力で愚かな種族が人間だ。てめえに何ができる？何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ、航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。シャーッ！てめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる？お前に勝てる。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。図に乗るな。たかばかてめえらごときに落とせるアーロンパークじゃねえぞ。助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんて下等種族。ゴムゴムの Hey!